ペーニャデさん、クリストーバルから望むアルモナステール・ラ・レアルモスク。アルモナステール・ラ・レアルは、スペイン・アンダルシア州ウエルバ県のムニシピオ。2018年の人口は1837人。自治体の中心で自治体名にもなっている同盟の地区はおよそ600人の人口を有し、その他に20ほどの集落があり、自治体中に散らばっている。 面積は322平方キロメートル、人口密度は5.7平方キロメートルである。アラセーナから20キロメートル、県とウエルバから100キロメートルの位置にあり、ポルトガルとの国境まで40キロメートルの距離にある。県内で最も高く、海抜891メートル、ゼロで三、クリストーバル山中にある。アルモナステールラレアルは、 アラセーナ山地とアンデバロ地域の中に位置し、面積は322平方キロメートルほどで、自治体内にはいくつもの河川が流れ、その川岸の景色は豊かなものになっている。アルモナステール・ラレアルは、ウエルバ県の北西部に位置し、北はコルテガーナ、ハブーゴと、東はサンターナ・ラレアル、アラハル、アラセーナと、西はコルテガーナ、アローチェ、エルセロ・デル・アンデバロ、 そして南は、エル・カンピージョ、サラメア・ラレアル、エル・セロデル・アンデヴァエロ、コルテガーナの各自治体と隣接する。非常に起伏に富んでおり、北部は標高も高く、南部は低く平坦である。アルモナ・ステール・ラレアルは、海抜613メートルにあり、最高地点は、サンクリスト・オーバル山中の地点で916メートルの高さにある。 自治体内を流れる河川で主要なものは、オデール川、エスカラーダ川、オリバルガス川、アルモナステール川、カリエンテ川などで、他には、モーロ川、アセブーチェ川、リサ川などの小河川,小河川も流れている。この地の植物性は非常に豊かである。北部地域は、放牧地域で菓子やコルク菓子などが多く、より高い地域では栗やクイジゴなどが見られる。川の両岸は、ポプラ。 トネリコ、ヤナギ、ハンノキなどの樹木が生い茂り、回廊のようになっている。南部は、オニマツ、ピノピネアなどの松やユーカリの林が広がり、木材として使われている。山陸地域では、ボスケイメディテロニオが、市街地域や、集落の里山を形成、平野部には、農耕地が広がっている。自治体内の領域では、地中海地域によく見られる種類のものが生息しており、 特に際立っているものは、猛菌類で、イヌワシ、ボネリークマタカ、アゾア、ハヤブサ、ワシミミズクや、カーボウなどが見られる。また、クロハゲワシ、シロエリハゲワシなどのかなりの数の群れや、他にはイノシシ、シカ、アナウサギ、ペーティス、ツグミやハトなどが生息している。地名はアラビア語のあるマネスターに由来するが、この語は、修道院を意味するラテン語に遡る。 この地の最初の人類の定住の痕跡は、青銅器時代のもので、自治体の南部に遺跡が発見されている。集落内で最も古い遺跡は、ローマ時代のもので、モスクの内部で発見されている。この時代のものとしては、自治体南部にサンタエウラリア高校遺跡がある。イスラム教徒支配時代、アルモナステール・ラレアルは、重要拠点であった。この時代にローマ及び、 ビシゴーと時代の建物後に、モスクが建てられている。1230年キリスト教徒側に奪還され、ポルトガル王国の領域となり、後にカスティーラ王国の手に渡った。そしてセビリア司会の治めるところとなり、セビリア大司教の所領となった。1822年以降は、ウエルバ県の領域となった。19世紀からの2世紀間、アルモナステール・ラレアルは、 工業の街として発展、人口も増大し、20世紀初頭には9000人を超えるほどになり、県内でも有数の人口を数えた。しかし20世紀半ば以降は、工業も衰退し、移民喪失の街となった。5世紀建造の強盗国時代の教会堂の上に、その土地が斜面にあったためであろうが、不等変四角形の床の上に、 レンガや採石場から切り出した石で不規則に積み上げられて建てられていた。おそらくモスクは中央振動の北に位置する最初の部分に唯一の入り口があったものと思われる。扉と三つの小窓があり、そのうち二つはミフラーブの左側と右側にあり、光は中庭から差し込むだけで薄暗かった。 礼拝を行う広間からは17の石棺が発見されているが、詳細は不明である。その古風な特徴からおそらく旧世紀の初頭のものであろうと考えられるが、カリフ時代の建築計画によるものであるとも考えられる。礼拝の間の階層構造は2番目の説の方を示唆させる。現在アルモナステールラレアル内には14の集落が存在する。ありがとうございます。